香川県の方もよく来てくれますので、まさに香川で食べてるような味だよって言ってくれるので、それが今自信持ってやらせてもらっていることになってます。香川県民もうならせる絶品さぬきうどん、心もポカポカあったかメニュー。藤枝市与左衛門にある山福、先代の親方から譲り受けて13年のさぬきうどん専門店です。あったまるメニュー、まずはシンプルなきつねうどん。今一番寒い時期ですと、やっぱだし状を効いた汁が一番多く出ますね。体から温まりたいって言って来てくれるお客様が多いです。うどんは自家製、毎朝打ってその日に使い切ります。香川県からもちろん取り寄せているスズメという商品を使わせてもらってます。気温とかやっぱ湿度とかも関係しまして、その季節に合わせて調整しております。黄金色に輝くおつゆ、だしがしっかり効いています。いぶきいりこを中心に使わせてもらってまして、あと削り節を4種類ほど使って、で最後に日高の昆布を入れて出しておりますので、しっかり鼻から出汁が抜けてくるような感じで。大きなお揚げも甘めに炊いてジューシー。うどんはつるっとした喉越しに程よい弾力のコシが絶妙。あったかい出汁がよく絡みます。続いてこちらも人気が高いうま玉うどん。丼の中に生卵を入れて、それを初めから私が溶いてきまして、で釜から揚げたての麺を、入れて、で私が卵と絡めて、で香川県から取ってるお醤油があるんですけども、それを垂らして卵かけご飯のような感じの。麺は水で締めていないのでもっちもち、卵が絡んでふわふわ食感も加わります。豚肉とキムチとをだし汁で温めまして、麺も一回温めたのをもう一度その少し煮込む感じですね。そうすると麺の中に染み込むんで。それが月見仕立ての豚キムチうどん。チゲ鍋のような感じになるんですかね。でも卵が入ってるのですごくまろやかで、特に寒い日は温まっていいんじゃないかなと思いました。キムチの辛さとおだしの甘みがちょうどいい塩梅、ボリュームもあって食べ応え満点です。定番のカレーうどんもちょっぴりユニーク。まずは普通にだしの効いたカレーうどんをすすっていくと、丼の底にだし醤油のかかったご飯がお目見え。カレーライスで締められますよ。テイクアウトで評判なのは自家製昆布の佃煮。だしを取るときに日高の昆布使ってるんですけども、細かく切ってさらに一度味付けして佃煮にしたらどうかなと思いまして。本場のさぬきうどんで体の芯から温まる山福です。